キノコがないと生きられない。すっごいキノコバカトリオ、今日もキノコ愛全開でやっていきますよ。イエイ。さあ今日はですね、はい、ここ最近ずっと、うん、ルーティン動画ではありましたけども、うん、今日はちょっとテイストを変えた動画を皆さんにお届けしたいと思っております。はい、今日はですね、上半期ですか、うん、ちょうど1年の折り返しということで、皆さんに1人ずつ上半期の振り返りと下半期の目標。うん、もう全然聞いてなかったその話。いや、俺も初めて聞いたよね。を発表していただきたいと思いますが、この動画が初めての視聴者の方もいらっしゃると思うので、はい、まずは、はい、レンチナスのご紹介をハヤトの方からしていただきたいと思います。わかりました。レンチナス大伊勢はこのツッコケキノコバカトリオの YouTube 配信をまずは行っております。作っているキノコは菌床シイタケをメインとしてキノコを作っているんですけども、その菌床も自社製造しております。私たちがキノコを作っているのは秋田県八峰町世界自然遺産白神山地のふもとに位置しておりますので、非常に綺麗な上質な水でキノコを栽培しております。キノコ全体の年間の生産量約年間120トン、大きい1台と同じぐらいの大きさだと言われております。キノコは約 90% 以上が水分でできているので、綺麗な水から出ないと美味しいキノコは作れないという言葉をですね、モットーに黒しいたけ、宝玉といったブランドしいたけなども栽培しており、美味しいキノコ作りに毎日取り組んでいる企業でございます。なのでぜひ皆さん、レンチナス大伊勢のしいたけを見かけた時はぜひ購入して食べてみてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで本題に入ろうかなと思いますけれども、上半期2024年の1月から6月までですね、はい、まあ、その間皆さんどういったことがあったか、ちょっと振り返りの時間を与えようと思います。はい、与えてくれるんですね。うん、特に仕事だけじゃなくても全然さらけ出せるプライベートでもいいですし、プライベートも個人の失敗でもいいですし。失敗、ただ一つだけ禁止事項があります。はい、嘘はやめてください。わかりました。はい、一番きそうな人が何ですかね。何なんですか。じゃあ、うん、順番どうしようか。順番、うん、公平にズッコケじゃんけんでもいいし。ああ、そうする。負けた人から。負けた人からね。せーの、ズッコケじゃんけんじゃんけんぽい。おお、ちょっと違うだね。ズッコケじゃんけんじゃんけんぽい。ズッコケじゃんけんじゃんけんぽい。1,2,3,4 か。結構最初肝心だからね。最初めっちゃ肝心だからね。最初の人面白くなかったら、うん、もうその後の人見られないからね。あ、そうだね。面白いとかね。え、ジュンのさ、こっちの話もいいしね。わお。さ、じゃあジュンさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、2024年上半期振り返ってみると、うん、どんな感じで振り返ってるの？ちょっとケンシロウみたいに、ん？ん？ん？ あ、ごめんごめん、邪魔したね。邪魔した、ごめんごめんごめん。じゃあ今年ですね、うん、上半期、うん、僕のショートが始まりましたね。始まったよね。始まりましたよね、今年。最近できてませんけども、うん、でも結構見てくださってる方とかいたりして、うんうんうん、うん、再生回数も結構ね、2,000とか言ってましたよね。うんうん、言ってた言ってた言ってたよね、うん、あの、ナマステダンスとナオダンスとかなんかありましたけどね。あったね。全然バズらなかったですね、あれね。ナマステは一番低かったね。低かったね。結構自信作だったんですけどね。俺のウィルソーとか喋ったんですけども、どうよね。見なかったですね。うん、最近できないんですけども、再開できたらしたいですよね。うん、うん、あら、そうでもない。まずそれでしょ。3月の後半で1年になりました、僕ここに入って。おー、おめでとう。ありがとうございます。あっという間でしたね、うん、なんと体重もですね、うん、結構落ちたんですけども、前の職場行ったら、うん、どうしたんだって言われるぐらい、うーん、痩せた、痩せたって言われてます。ここ入社当時、ハヤトさんと一緒に撮った写真があるんですけども、うん、それとかね、うん、やばい、やばい、ここに今出てるの。やめて。あと特に
色恋沙汰もなし。あ、募集すればいいんじゃないか。え、いいんですか、そんな時間とか言って。いいよ、いいよ。すいません、なんか、うん、なんかあのぜひ、順でもいいよって方いたら、ここまで、クスお願いします。ここまでですかね。お願いします。お願いします。お願いします。あ、皆さん、すいません、お願いします。はい、以上です。豆腐は豆腐。あ、はい。豆腐ですね。やっぱ、今どんどん会社が大きくなりつつあるじゃないですか。はい。人が増えたりする中で、うん、やっぱそこに教えられる立場にもなりたいし、今任されてる以上のものも任せてもらえるようになって、ちゃんと仕事ができるようになりたいですね、やっぱり。成長したな。それでは次は、トモセブン。お願いします。トモさん何ありました？ねえ、ただほら会社をこう良くしようっていうか、急成長してる段階だから、はい、置いていかれないようにっていうか、俺は基本的にオールラウンダーじゃないといけないと思って、うんうんうん、常にやってるので、はい、本当に毎日毎日現場に出てたなっていうぐらいしか、うん、ね、その純とかがさっき言ってたけど、純の後輩ができて、うん、こうだんだんね、それがこう相乗効果なんていうはずだからね。トモが担ってると思ってすげえんだぜ。もうバーッとこう、バーッと。トモさんって。そう。だから、トモがいねえと大変なの、本当に。だから、オールラウンドにやらなきゃいけないから、一番大変なポジション。俺が現場にあまりいなくても、もうがっつり任せられるっていう人がトモなんだ。最強の信頼を置いてられる。嬉しいですね。いや、そうなんです。嬉しいですね。生活では、うん、まあ、服の成長、あ、やっぱ大きくなりましたよね。うん、俺最近気づいたんだけど、八峰町で多分一番有名な犬なんだ。最近また新たに飼い始めましたよね。メダカ。家庭菜園も充実してるしね。上半期は健康に気をつけていきましょうね、皆さんも。下半期は本当に資本ですから、体が。そうですね。以上です。私ですか。はい。私ですね、うん、はい、今皆さんのいろいろ考えながら聞いてたんですけど、はい、全然今出てこない。2024年の上半期といえば、うん、まずスタートは、うん、やっぱ栃木出張かなと。全国大会に初めて参加させていただいて、うん、仕事社長とも握手したし、で今後のベンチャーさん命にかかってるって言ってもらえたんで、ちゃんと遊んでねえで真面目に仕事しろよって言われて、いつもそのことばかり考えながら真面目に仕事してます。で、まあ、プラス、まあ、4月にはあの38になりましたし、5月仕事の方で行けばガルというちょっと新たなパートナーが入り、で、まあ、そこでマーケティングとか今後そういった動きが大きくなってくるのかなと思いながら上半期は過ごさせていただきました。はい。ドヤーされても、ドヤーされても、なんかプライベートの感じは何ですか、何かありました？あ、プライベートで行けばやっぱり一番でかいのはやっぱ息子の野球でしたね。もうちょっとルーティンにもちょこちょこ反映させていただきましたけども、まあ私もコーチとしてやってきましたし、まあ親子ともとも頑張れた上半期ではなかったのかなと。で、まあ6月で終わっちゃったんで野球は。ただ下半期大きな動きがございまして、なんと楽天ジュニアの選考会お呼ばれさせていただきまして、すごいじゃないですか。そこにちょっと、まあ息子にも話したらチャレンジしたいってことだったんで、そうなれば12月ぐらいまではまた野球が続きますんで、はい、まあ、そこをまた両立してやっていきたいなと思っております。はい、まあ、あと仕事の方ではそれこそそのマーケティングだったりとか、その辺いろんな出口を作れるようにしっかりとは真面目に仕事をしていきたいと思います。はい、まあ、両時には今こう新部門なんです。ベンチナスにとってそのマーケティング部っていうのはね、まあ、だからそこをもうしっかり任せると。まあマーケティングっていうのは半年くらいねかかってったりもするから、その成果が出るまでね。5月にガルが入ってくれて一緒にやるようになって、11月くらいには多分ストーンとこうストーンストーンストーンとこう行くんじゃねえかなと。あの という期待をねっていますので、多分そこあたりからこう成果もこう出てくる
はずだった。でもかなり今ね動きかなり良くなってきてるからね。うん、ちゃん仕事的にも一番変わったんじゃないですか、うちらの中で。うん、そうだね、うん、ガルも来て今2人でこういろんなこと取り組んでもらってるけど、やっぱりこううちらにはその歴史もないじゃん。新たな取り組みだから逆にこう成果を出していくのが難しい分野ではあるんだけど、11月にあと下半期はちょっとまあ仕事抜きに飲もうぜみたいなのがちょっと少なかったから、うんうん、息抜きも大事かなって思いますんで、いいですね、はい、そういうのもやっていきましょう、はい、うん、はい、じゃあ以上で。おい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 、おっとっとっと、あれやばい、ごめんなさい、やばい、全然やばかったよ、また来週社長から、はい、個人のところと、はい、あとまあ会社全体のメンチナス大店の振り返りと目標みたいなのを、うん、簡潔に、はい、簡潔に簡潔に喋るの一番難しいんだよな。いや、いいよ、なかなかでもいいけど、熱い思いを語っていただければと思います。ありがとうございます、はい、まず個人の方からいこうかな、うん、じゃあ個人的なこの上半期の振り返りっていうのは、実際俺個人のそのプライベートだったりとか、うん、そういうところってすごく薄くて薄いんだわ。でも家族はすごく大切にしてる、なのでそんな感じですね。終わった簡潔ですって言ったけどなかなかほら仕事してる時間の方がねやっぱり多いし、仕事のこと考えてる時間の方が多くて、うん、ただまあ子供の誕生日だったりとか、うん、しっかりこう祝えてあげたかなとかっては思うね、うん、まああと嫁さんのためにちょっと時間作ってやりたいなっていうところかな。あ、これからね。あー、うん、あー、こうカットカットカットだよ。家族にも応援してもらわないとさ、仕事もバリバリやっていけねえので、うん、確かそういうところをやっぱりしっかりやっていこうかなと、うん、というところですかね、はい、仕事に関してはね、うん、1月から6月まで激動だったので、うん、あれよあれよという間にこの7月になってしまってるわけですけれども、うん、まあ、それこそ本当に領事がねあの言ってくれたあの栃木の研修に、うんうん、で、まあ、城田社長と会って、まあ、俺も握手したし、うん、まあ、そういった中でもプロシイタケだったりとか、そういうブランドシイタケにこう力を入れていこうっていうところで上半期は始まったと思うんだよね、うんうん、まあ、テレビの取材も結構あったし、そうだね、テレビの取材が3月に4本ぐらいドドンと入りましたね、急ピッチで入って、うん、そこでは黒シイタケかなり PR できたんじゃないかなと思います。あとはやっぱりこう、まあ、うちらね美味しいシイタケいっぱい作っていきたいっていうところから規模拡大の話が出て、うん、今現在ねちょっとずつこう始まってきてるけど、新ハウスの増設とかそういうところで高辻支店長、めちゃめちゃ登場するようになった高辻支店長、うん、とじっくり話し合うようになったのもこの上半期からかな。あ、そうか、やっぱり高辻支店長といろんなこう事業計画をやってって、うん、もう僕もこう数字だんだん見れるようになってきたし、うん、数字が見れるっていうことはこう未来がこう見えるようにもなってくるので、そういうところでやっぱりこういろんなこう構想が、うん、ポン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 ってすぐ生まれてくるようになってきたのは高津支店長のおかげだから、高津支店長にはもう感謝しきれません僕は。うん、まあ、だから僕が事業の構想をいろいろねお客さんに説明したりとかできるようになったのも多分この上半期になってからっていうことで、そういうところに多分皆さんこうねなんか思ってくれて多分来てくれてるんじゃないかなと。まあ自分たち自らもねいろいろ動くことによって、さらに去年の今頃よりだったらめちゃめちゃ多分その事業的なつながりってめっちゃできてると思うんで、それこそ海外の方の話だったりとか、あと商社さんとのこうお取引だったりとか、そういうのって、まあ、多分俺らがいろいろ動こうと思ってやったからだっていうところももしかしたらあるし、それをつないでくれた業者さんにも感謝だし、だから本当にね、なんか感謝しかしてないかもしれないね。なのでその感謝を必ず形にして結果にして返しますというところを今必死に頑張っております。本当にドタバタドタバタとした上半期でしたけれども、まださらにこれから下半期はもっとさらにドタバタします。そうですね、それはね確定でも、はい、だけどもそこをねやっぱりしっかり課題をクリアしていって、美味しいキノコをたくさん作ってたくさん皆様に届けれるようになる、これが下半期です。これからやることはたくさんあるので、みんなで頑張っていこうという。ああ、よいしょ、はい、それで頑張っていきます。これなんか
かで年末とかにまた下半期の振り返りみたいなのできれば、うんうんうん、そうですね、いいですね、はい、まあ1年の振り返りでもいいし、はい、ということでこれで皆さんからとこのレンチナス大伊勢の上半期の振り返りと下半期の目標、はい、発表させていただきましたけども、うん、はい、最後にですね、はい、サプライズをご用意しております。何サプライズ、やはり純生入って1年経ったじゃないですか、はい、ということで純から社長に向けて、はい、今の気持ちを書き留めてもらったっていうか、まあ、携帯に打ち込んだんだよね。聞いてませんけど、はい、ね、そう思いました、はい、それを、まあ、ちょっとこの場をお借りして、はい、社長の方に、はい、気持ちをちょっと伝えてもらおうかな。すいません、え、何それ、読みながら、読みながらです、まあ、皆さんもぜひ聞いてもらえればと思いますので、すごくない、はい、よろしくお願いします。はい、社長へ、はい、今日は特別な気持ちを伝えたくてメッセージを書きました。ありがとうございます。これまで社長が僕たちに示してくれた支えと、はい、リーダーシップに心から感謝しています、はい、まるで兄貴のように温かく見守りながらも時には厳しく正しい道へ導いてくれました、はい、社長のおかげで僕たちは多くの困難を乗り越え成長することができました、はい、特にこの1年僕たちは様々な挑戦に直面しましたが、はい、社長の情熱と決断力がなければ乗り越えられなかったと思います。社長が示してくれるビジョンとそれに向かって全力で取り組む姿勢に僕たち全員が感銘を受け共に歩んでいくことができました。夜遅くまで一緒に働き何度もミーティングを重ね困難な問題に直面した時も社長の一言がいつも僕たちを励まし、はい、前に進む力を与えてくれました、はい、そんな瞬間が僕たちにとってどれほど大きな支えだったか言葉では言い尽くせません。これからも社長と一緒にさらに高い目標に向かって進んでいきたいと思います、はい、社長の下で働けることを誇りに思い感謝の気持ちでいっぱいです。どうぞこれからもよろしくお願いします、はい、感謝を込めてチャット GPT より。おー